6月11日日曜日の全国のお天気をお伝えします。台風3号からの暖かく湿った空気が流れ込み、西日本や東日本などでは梅雨前線の活動が活発になります。西日本、東日本、広く雨が降り、強まる雨や雷雨に注意が必要です。特に西日本の太平洋側では雷や突風を伴って激しく雨が降ります。これまでに多く雨が降っているようなところでは地盤が緩んでいる恐れがありますので、道路冠水、河川用水路の増水、また土砂災害の発生などに厳重な警戒が必要です。広く昼間はジメジメムシムシと感じられます。東北南部でも次第に雨が降り出します。北海道では日差し届くところが多くなりそうです。南西諸島方面ですが、こちらは台風3号の影響でうねりを伴った高波にも注意が必要です。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。